逃げるんだ恐竜はとても危険だ草食でも肉食でも現代風の恐竜でもねかなり怒ってるようだまあ6,600万年も何も食べていなかったら怒るのも仕方がないよねそれに自分たちの子孫の哀れな姿を見てそれが怒りに火を注いだようだよ 世界の指導者たたちはこれに対して戒厳令を敷いた残念だけど恐竜がどんなふうに生活していたのかはほとんど分かってないんだで狂犬病の七面鳥の専門家に頼ることにしたらしいおっと突撃恐竜は1億6,000万年の間地上に君臨していたんだところが隕石が衝突し進化の過程に大きな変化が訪れて我々の先祖である哺乳類が発達することになったんだ ここにいいるののは最も強いも強だだけだおや恐竜たちが苦しんでいるんそうかなるほど6600万年の間に地球の気候はずっと寒くなっていて大気中の二酸化炭素の量も大きく変化したんだもう恐竜が住める世界じゃないからまた絶滅してしまったんだそうだね寂しいねそれなら。 ジュラシック・パークを作るのはどうだろう人工的に気候を調節して恐竜を飼うんだ世界で一番人気のある観光名所になってお金も入るし恐竜の卵とうんちを世界中に供給することもできるだろういや待てよ平均的な恐竜は1日に1トンの草を食べるし100キロ以上の肉も必要になるだろうするとパークの中の食べられるものを食べ尽くしてしまうことになるすると共食いが始まってしまう そしてまた絶滅するなんてこったどうやら13世紀に飛ばされてしまったようだしかも宗教裁判の真っ最中まあせっかくだから楽しみだよ宗教裁判の目的は異端者を捕まえることだ、うん、あらら彼は関係ないよはっはあ彼らはスマホを黒魔術の道具だと勘違いしたんだ、うん、まあこの時代じゃ無理もないか ガリレオは地球が太陽の周りを回っていることを証明したんだけどそれはカトリックの教えとは完全に矛盾していたんだアーノルド運が悪かったねこの当時赤い髪の毛は悪魔と関係があると信じられていたんだ最初は簡単な質問みたいだからとりあえず椅子に座ったらあおやごめんこれ拷問用の椅子だったみたいだほとんどの自白は拷問の結果だったんだ アードルド、異端であることを捨てるんだ宗教裁判では様々な異教徒が黒魔術と関係があると誤解されたんだそして彼らをカトリックに回収させようとしたんだほらもうカトリックに回収しちゃいなよそしたら自由だよ実際に異端神問で回収した人は解放されたんだ、うん、おやおやまたかいどうやら密告されたみたいだね 気に入らない相手を始末するために異端だと密告することはよくあることだったんだおいや今度の拷問は本格的だなこれはスペインの長靴これは異端者のフォークこれはユダのゆりかごだ早めに自白した方がいいよこれで君はネクロマンサーであり魔法使いでノームだと認めたことになるんだよかったねもう拷問はされないよ 異端では処刑されるわけじゃないからね自白すると地域の裁判所に連れていかれるんだ落ち着けよ火あぶりなんてならないよギロチンでスパッと切られるから成功だ今君がいるのは爆発数分前のチェルノブイリ原子力発電所だアーノルド カメラで爆発の瞬間を撮影してくれそれを YouTube に投稿すれば最低でも2000万再生はいくだろう、うん、なんだよバッテリーが切れたのか充電してこいそれヨーロッパのコンセントだからそのままだと入らないってああ無理やり突っ込んだ全部君の仕業だったのか、えー、もうどうにもならない とにかくそこから早く逃げるんだグローブボックスにモバイルアッテリーがあるからそれを車につけろ充電に60秒かかるのか防護服をつけろ自分が放射能の中にいるかどうかなんて目には見えないでももうそこらじゅう放射能だらけだなんかそれ違うな<ー>誰かのバッグを間違えて持ってきちゃったのか放射能が500レントゲンを超えると 髪の毛と爪が抜け落ちて皮膚が赤くなって病気が一気に悪化するんだでも大丈夫だすぐに気絶しちゃうから32ああもう気絶しちゃったそのあたりの放射線レベルが1時間あたり2万レントゲンだからね急がないとこの車も壊れちゃうよバッテリーも十分だ 2020年へゴーイーロンマスクのスペースシップが爆発したんだ。さらに自慢のサイバートラックも大失敗。実は火星の植民地計画を進めていたんだ。その技術はこうだ。人間から水分を抜いてからカプセルに詰めるというものだ。水に入れたらほら、インスタントラーメンみたいだろう この宇宙船には675億本のカプセル人間が積まれていた。つまり10倍の人間が地球に降ってくるんだ。これは君のせいじゃない。だけど君も無関係じゃない。人間が爆発的に増えると交通機関が全て麻痺して歩く方が早くなるんだ。人間は毎日0 7 5ラムのゴミを出す。つまり年間200兆トンだ。 これは99個のグランドキャニオンをいっぱいにできるだけの量だそれから発電所があちこちにできる750億人が消費する1日あたりの消費電力は1250億キロワットだこれは8兆個の iPhone を十分に充電できる量だだがこれは大気に放出される CO2 の量が莫大になるということでもある君が頭脳明晰でなくても毎日の電気がどんな風になるのかはすぐにわかるだろう それから住む場所も非常に少なくなる。これが君の新しいルームメイトだ。男だけだぞ。子供を産むことは法律で禁止される。これを破ると死刑になる。この地球上には君の小さな子供たちが走り回ることはもうなくなる。まあ君には女性に対していい思い出はないけどね。ところでお腹は空いてないかいすべての食品は合成のリサイクル食品になる。君が食べているのはトイレットペーパーから作ったものだ。 1>, 1時間前に作ったばかりだよ。気に入らなかったなら仕方がない。今日はここで寝てくれ。CO2 の増加により世界の氷河が溶け、地球の35%の土地が水の下に沈んだ。食料を作るための畑が必要だから、人が住める土地は1%未満だ。足を伸ばして寝られるのはもうお金持ちだけだ。君の体が小さくて本当に良かった。 インターネットのスローフリックスで映画でも見るといい君が想像しているような明るいい未来ではないんだ2050年地球は大規模な温暖化に襲われた地球上の人口も100億を超えたんだあまりにも人が増えすぎたからきれいな水が足りなくなってしまったんだ想像できるかいあらゆるものが崩壊して 人々はペプシをめぐって争っているんだ話を元に戻そう2050年では人間の体の一部は機械になっているんだ人類の敵になったドローンは1 0キロ先でもその機械を見つけ出すことができるんだ君には機械がついてないから敵に見つからないんだよこの戦いの流れを変えるのは君だ戦闘準備 どううやら敵は北の方にいるようだでもその道は電磁砲で遮られているもう大砲なんて使っていないんだ今は電磁波が武器だこの電磁波の速さはなんと時速7 0 0 0キロだ隠れる場所を見つけた方がいいよ地下鉄がいいね銃は避けられたけど別の問題があるようだドローンたちがスキャナーを使ってるんだって大丈夫だよアノルド ドロンたちには君が見えないはずだから電源のところまで走って電源コードを抜いてくれよくやった君のような人間がいることは想定もしていなかっただろうねさあ脱出だあと少しこれで地上だ地上にはまだたくさんの敵が残っているようだエキソスーツを使ってみようこれを着れば君でも兵士として活躍できるよ長い距離を走っても疲れないし パワーも人間の20倍になるんだ。もう恐れるものは何もないぞ、アーノルド。ああ、操縦の仕方を知らなかったんだね。アーノルド、おい未来の自分を殺しちゃったよ。後悔してる暇なんてないよ。ほら、敵が集まってきたよ。火炎放射器があるから、それを使ってごらん。いいね未来のハリウッドで火炎放射器を使うことになるなんて、誰も想像しなかったよね。アーノルド、ロケットだ 君は今2050年のオーストラリアにいる。少し気分が悪いだろうね。もし同時に移動する場合はどうなるだろうこの問題については、量子テレポーテーションが役に立つ。君の体は100兆個の細胞で構成されており、その細胞はそれぞれ100兆個の原子で構成されている。各原子には小さなピンポイントの粒子、つまり量子が含まれていて、長距離をテレポートするのに役に立つ。 子テレポーターの制作を手伝ってくれる人がいれば最高だ。さて、ここに誰がいるのかを見てごらん。リックとモーティーだ。アーノルド、設計図をもらうんだ。彼らの助けを借りれば、君は宇宙のどこにでも。 そして別の宇宙にさえも一瞬で移動する装置を作ることができる。さて、テレポーターの準備ができたら、箱に入って、中に他に誰もいないことを確認するんだ。さようならアーノルド。量子テレポーテーションでは元の体が消滅し、宛先の地点で複製が作成される。君の場合、失うものはあまりないだろう。うわ、君に言ったよね。テレポートの間、ブースの中に一人でいなければいけないって、実験室のものに触るな。なんてことをしてくれたんだ。 サソリの DNA と混ざった君の DNA が衛星システムを通じて送信され地球のすべての人を人間とサソリのハイブリッドに変えてしまったんだ君は次元 C137 を破壊した君は大馬鹿者だピックとモーティーはミュータントが存在しない元の宇宙に戻ったはずだが 君は23回はできたはずだこの宇宙でアーノルドがどうなるのかを見たくはないだろうオーストラリアに戻った方がいい幸いなことにアーノルドの量子データを保存していたので何の役にも立たない体を回復させることができたこの子のコンタクトレンズはインターネットにつながっていて君に関する情報をあっという間に収集できる。 結局童貞ののまま死ぬのかなこの宇宙エレベーターに乗れば海抜3万5 0 0 0まで上昇できるそこには地球の自転のエネルギーで発電する装置があるそっちは人体のパーツショップだ代わりの指を探しに行こう,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 うここでは遺伝子からその生物を作り出すことができる。 だから動物園には恐竜ド道鳥ドドネアンデルタール人までいる何か食べるかいこの 3D フードプリンターは人工的な細胞合成小麦粉ミネラルから食べ物を印刷するしかも味は今の時代よりもずっとおいしい素晴らしい世界だろうだが全く違う未来も存在する核戦争温暖化パンデミックこれもまた我々の未来だひどい伝染病が世界中に広がったんだ 感染すると体に斑点ができて顔中にブツブツができて咳が出て前歯が抜けてしまうんだブラックマーケットではワクチンが出まっていて人々はそれを買い求めるようになったんだでもこのワクチンまだ承認されていないから大きなリスクがあったんだそれでもみんな普通の生活を取り戻したいからこのワクチンを打ったんだ やあアーノルド何をしてるんだいおや今日はデートかいすごいじゃないかでもこのレストランロマンチックには程遠いけど本当に大丈夫なのかい相手が来たよワーどうやってここに来るように説得したんだよおやおやずいぶんゾンビがたくさんいるねアーノルドスージーが倒れてしまったぞゾンビたちは大抵緑の体をしていて 匂いはまるで私のおばあちゃんの足の裏の匂いだ外見は3日間飲まず食わずでゲームをしているゲーマーみたいだけどゾンビたちは好物があるんだそれは人間の新鮮な脳みそだ <laughs> アーノルドどうするんだいバーバーバンンンなんてこった一体誰だなんてこった不死身のチャック・ノリスじゃないか 戦いに必要なもの全部持ってるよさあパーティーの時間だうわっこいつはまるで野生の獣だなでも無敵だまだゾンビがいるのかどうやらこの大きいのが最後らしいそれがパンチか <laughs> こいつがパンチだ <laughs> 残念だけどこの状況じゃ君のデートもできないね <laughs> スージーを連れてここから逃げるんだ ああ、ずいぶんいるな早く車を出せ。いやあ、もう大丈夫だね。なんてこった、スージーの指がなくなってる。まるで君みたいだよ。まずいぞ、ゾンビになりかけてる。早く対処して彼女を助けるんだ。何彼が助けてくれる一体誰なんだ彼はグレゴリー・ラス・プーチン。20世紀で最も謎が多い人物だ。 催眠術と並外れた癒しの能力があると言われてるんだ随分不気味なところだな数字を読んだレストランよりもひどいよこれから何をするんだいここは一体どこなんだこれ近所の歯医者みたいだな思い出したくないなもうそれ以上行かない方がいいんじゃないかこれはロシアの伝統的なお祝いだウォッカにバラライカクマ 朝までダンス探していたのは彼だグレゴリー・ラス・プーチンずいぶん酔ってるなもうウォッカ飲みすぎだ使い物にならないよもう自分たちがどうにかするしかない彼は放っておこう新しいワクチンのことが話題になってるみんな隠れて自分で打ったようだが危険な副作用があり人間がゾンビになってしまったようだ ラス・プーチンはこの薬の研究をしていたのだまさにネクロマンサーだ彼はこの状況を利用してウイルスを殺すワクチンを作りゾンビを作り出していたわけだこれにはチャックもショックださあ君の出番だなんて凝ったすごすぎるテキサス・レンジャーのウォーカーよりすごいよジャンク・ロド・バンダムが教えたらしいけどまずい催眠術だ ラスプーチンは簡単に倒せそうにないなアーノルド残ってるのは君だけだアーノルド君は戦士だ学んだことを思い出すんだ君にかなうやつなんているはずがないんだアーノルド後ろやっぱりなさようならアーノルドその日はいつもと変わらない一日だった ところが、アーノルドは死ぬまでショッピングモールに閉じ込められることになったんだ。なぜかってそれはもちろん。私が彼を閉じ込めてみたかったからだよ。もうお菓子もキャンディーも食べ放題だ。ショッピングカートで走り回れるよ。スポーツ用品も服も薬も全部自分のものだ。 ショッピングモールには平均12万点のさまざまな種類の商品が用意されているから50年は何にも考えずにのんびり暮らせるまあ電気がなくなったらそのほとんどがすぐダメになっちゃうけどね普通の部屋の温度だと1トンもあった牛乳はたった18時間でダメになってしまうだろう新鮮な鶏肉豚肉牛肉なんていうのは1日だって持たないんだ ケーキとかパンならもうちょっと長持ちするけどせいぜい36時間ぐらいかな方法ある魚を塩漬けにしたりパンを乾かせば数年間は保存できるんだまあそれでもお腹を壊すかもしれないけどね新鮮な野菜とか果物なんてせいぜい1週間だあとはシリアルを食べていこうところが料理に水を使うから10年分飲み水があってもあっという間になくなっちゃう こうなったら園芸コーナーの炭を使って銀でろ過して使うしかないよだから食事は缶詰が中心になるビーフシチューの缶詰は缶が壊れてなければほぼ永久に食べられるピクルスとかトマトの缶詰なら水分だって補給できるさショッピングモールにはおよそ3トンの缶詰があるから8年は暮らせるよ その後の食事はこれだ。とにかくいろいろなものを活用して使うんだ。例えばトイレットペーパーがなくても、紙でもお札でもまずくしゃくしゃにして使えば。ほら、この通り。うん、昔の人はこうやってお尻を拭いてたのさ。お金がない。大丈夫、カードがあるよ。うん 今日は公園に遊びに来たんだね。どうやらブリトが辛すぎたようだ。何か飲みなよ。おい、アーノルド、それ飲んじゃって本当に大丈夫まあ、辛さは収まったからいいか。なんて行列だ。少し待ちそうだね。アーノルド、割り込みは良くないよ。おばあちゃんが何か用があるみたいだよ。 アーノルド危ない残念だよアーノルド。イタイアンチで最後のお別れをしよう。なんてこったまだ生きてるのかいや、復活したのか。どうやらあの薬の効き目らしい。不死身になったんだ。おめでとうアーノルド。地球上で一番長生きできるようになった。体も復元される。 細胞の老化という言葉も君にとっては無意味だそれでこれからどうするつもりだいははー赤信号を渡ったり女の子たちを触ったりサウスパークみたいなコンテストをやるのかバカ、うん、げているよこれから君は無限の時間があるのにそれを無駄にするつもりかいアーノルド君は世界の全てを学ぶことができるんだ全ての武術を身につけたり 新しい銀河を探して植民地にすることもできるだからもう時間を無駄にするのはやめないかまあいいかあと200年はネットフリックスの全てのシリーズを見て過ごしてもいいだろう退屈しただろう家が壊れ始めてでも君は若いままだ不死身になると大切な人がみんな死んで孤独になる 周りの世界はどんどん変わっていく。変化についていけなくなって、自分はゴミだと感じるようになる。楽しみにしていたものも徐々になくなってしまう。全部見てしまうから、そのうち何を見ても喜んだり驚いたりしなくなる。そして絶望のどん底に落ちる。残念だけど、それは意味がない。 アーノルド君は不死身なんだアーノルド映画でも見に行こうか分かったもう邪魔はしないよやあアーノルドちょうどよかったこれから太陽が爆発してスーパーノ場になるんだすごいだろう我らが太陽系が死ぬ瞬間だ地球にお別れを言うんだ ブリトーを食べなければよかったね。<music> アーノルド、おはよう。また夜更かししてネットサーフィンかい、うん、どれどれイーロン・マスクが新しいロケットを打ち上げたら宇宙から隕石を発射されたって <music> 落ち着けって、君、隕石が何なのか知らないだろう 隕石は宇宙で生まれた巨大な物体でその大きさは数グラムから数千トンまである大丈夫だよ隕石が人類に当たったのは1954年の1回だけそれも足にコツンって当たっただけだおや誰かが地球を救うために志願してくれたようだやる気満々じゃないか これで問題も解決。めでたし、めでたしだ。あは、やっぱりいつものパターンなんだね。地球の最後の日が迫っている。誰かこの危機を救ってくれるヒーローはアーノルドそうか、志願するんだな。じゃあ、スーツを決めよう。これじゃないよ。これでもないって。おいおい。そう、これが必要だ。 あとはスペース X が実施したダートプロジェクトを真似するだけでいい。これは2022年にダイダモスという小惑星に向かって 500kg の宇宙船を時速6キロでぶつける計画だ。自動操縦なんてないからね。頑張って操縦してくれ。それでヒーローになるんだ。 アーノルド生きてるのかかすごいいじゃないかまるで原始的な微生物みたいな生命力だなでもちょっとした水の問題が残ってるんだけどね直径1 0 0キロの隕石が地球に衝突するとその衝撃で半径10万平方キロメートルにある生命は全て死滅するんだそれによって大量の硫黄が発生する大量に発生した塵とか灰が大気の上空に集まって 太陽の光を遮ってしまうんだお腹が空いたらロケットに積んである宇宙食を食べなさいそんなもの積んでないってそれはまずいねだって地球上にはもう食料なんてないんだよ心配はいらないイーロンがゴールできる可能性は低いんだ レースが行われている間スノットとゴブがバーベキューをアレンジするなんて誰も考えていなかった太陽の通常の温度でも悪名高いうがい薬を焼くには不十分なようだ、うん、ああこれはいい方法だおっとこういう太陽フレアはよくないなフレアはいつも地球上の全ての発電所や設備を台無しにしてしまうんだ これにより地球上のすべての重要な仕事に悪い影響が及ぶんだ。特に医療だ。それにソーシャルネットワーク、いいね、投稿といった重要な仕事もできなくなる。うん、悪魔崇拝だけは別だ。彼らにとって利益になるかもしれない。さあ、高速の亀の登場だ。他の電気機と同様にイーロンの車も壊れてしまった。 ここで大切なのはまだ祝杯をあげないことだ。彼は馬鹿かもしれないけど完璧なウィンクならできる。頭脳で勝負するのは無理だ。バッテリーが切れてしまった。今、二人はどうにかして砂漠から抜け出さなくてはいけない。ありがたいことに、イーロンは何かを思いついたようだ。彼のトランクは、えー、っと、バケツにミニロケット、それから食料品だ。ジャガイモは最高だ。 1>, 1つのじゃがいもは0 5ボルトの電圧を供給することができる。アーノルドの車のエンジンをかけるには約1 3ボルトが必要だ。つまり26個のじゃがいも亜鉛製の釘、導線があればエンジンがかかるはずだ。残念クランクの電流が低すぎる。エンジンをかけるには数十万個のじゃがいもが必要なようだ。うんうん、急ぐんだ。 太陽が沈んだら砂漠の夜はかなり寒いぞ。ああ、素晴らしい防護服だ。今日は有名な青い水晶がなくてもできることを願っているよ。ああ、君たちが何をしようとしているのか分かった。亜鉛のボルト、ネジ、コイン、スポンジ、酸化カリウム、銅、ブレーキパッド。これを混ぜ合わせて車につなげばバッテリーが充電されるんだ。うんうん 全てが正しい処置だ。まだパワー不足なのは本当に残念だ。急ぐんだ。時間は待ってくれない。アーノルド、メソメソするのはやめるんだ。おや、それを見せてごらん。磁石だ。これこそまさに必要としていたものだ。イーロン、そんなことしている場合じゃあ、あの実験か。1831年、ファラデーは初めてこの実験を行った。コイル、 銅線、磁石を使って銅線を巻いたコイルに磁石を入れ、その中で動かすことで銅線の各コイルが0 0 1トの電圧を生成したんだ。銅線はたくさん巻いてあるから実験は成功したんだ。うまくいくかどうかやってみよう。手に気をつけて。まあ、命は無事だ。指は治るよ。 アーノルド、テスラはここにおいでおくんだ。パーティーを続けているようだおやおや次回もお楽しみに <laughs> アーノルド長生きすることはそんなに難しいことではなさそうだ近年の研究では老化を抑える医療はもうすぐ実現できる見込みちょっと先取りして今すぐ老化を止めてみよう1,000年生きる準備はできているかな 薬を注入してさあまずは1,000年生きた場合人類にどのような貢献ができるか考えてみようできることといえば君の体からずっと生み出されサッカーのフィールド1.5個分をカバーする 230kg の皮膚くらいだろうかあとは自由の女神10個分くらいまで伸びる髪の毛くらいこれが君にできる最大限の貢献だろうでも心配はいらないもう一ついいことがある。 この100年間で人間の平均身長は医療の進歩によって8センチ伸びている一生背が伸び続けたらどうなる実験が終わる頃には君の身長は80メートルに達しているだろうアーノルド本当におかしな生物になってしまったな体内の器官は100年から200年以上の間機能することができないそれが長寿の難しさなんだ君の関節はその自重と圧力によって崩壊し始める 幸い、人工の機関が登場する。ほら、これでだいぶ良くなった。